皆さん、こんにちは。簡単ウクレレ教室ガズレレのガズでございます。本日もこのちっちゃくて薄いジールボードのウスレレウクレレガズモデルと、はい、初めてウクレレコンサートモデル、この2本を使いましていろいろな曲に挑戦していきましょう。まず2つお知らせさせてください。はい、ガズレレ2年ぶりのイベントです。日程いってきます。8月18日仙台、9月2日名古屋、9月の9日東京吉祥寺、10月21日大阪梅田、11月2日横浜、この5カ所全国ツアー回ります。皆さん来てください。会いましょう。詳しくはこのリンクが概要欄に貼っておきます。はい、お知らせその2、いつもガズが使ってるこの G ラボのウクレレたちなんですけど、このポップアップショップの出店が決まりました。7月の16、17ウクレレピクニックというイベント、横浜、大桟橋というところで開催されるイベントにブースが出ます。試し引きとかいろいろご購入もいただけますということで、この辺の詳細も概要欄に貼っとくんで、ぜひともチェックよろしくお願いします。さあ今日もレッスン始めていきましょう。皆さんもう夏ですよ。夏といえばやっぱりチューブの代表曲、こちらドン、シーズンインザサン、こちらをお届けしたいと思います。はい、今回、まあこれもちろん当然ガズレレ YouTube チャンネルの過去に取り上げてるんですけど、今回かなりパワーアップ版になってますよ。2022年バージョンとして、さらにかっこよく、さらにわかりやすく、さらにね、深いところまで行って、さらに簡単になってますんで、ちょっと取り組んでみましょう。今回ちょっと面白い試みしてまして、16ビートのちょっとカッティングが混ざったリズムっていうのがこう登場するんですよ、かっこいいバージョンで。あえてここだけ抜き取って別動画にしてますんで、ちょっと概要欄にも貼っときますけど、後でご案内しますけど、今回16ビートのチャットカッティングがもうめちゃくちゃ激しいんで、その辺もお楽しみにしておいてください。いつものように2バージョンでやっていきます。まず最初は、初心者さんもなるべく簡単にできるようにしているシンプル簡単バージョンです。簡単バージョンの演奏は、この初めてウクレレのコンサートモデルを使ってやっていこうと思います。後半はかっこいいバージョンですけど、さっき言ったように、かっこいいバージョンはかなりね、リズムがもうギンギンに来てますから、この曲はですね。で、16ビートのカッティングってかなりこれ濃厚な感じになりそうなんで、さっきも言いましたけど、別動画で解説してますんでね。はい。でも、それ以外にもいっぱい決めがあるんで、濃厚にやってきます。2バージョンぜひとも最後までご覧になってください。さあ、皆さん音楽を始めましょう。音楽ってですね、聞くのも最高ですけど、やる方がもっと最高なんです。今まで音楽やってみたいなと思ったけど、なかなかチャンスがなくてという方や、挑戦したことあるんだけど、もう挫折しましたみたいな方、あっという間にできるようになるのが、この今ご覧いただいているガズレレのウクレレの方法なんでございます。もうちょっとしたらですね、ここにね、リンクを貼ります。やってみたいなと思われた方、ぜひここに行ってみて、ね、やってみてもらいたいんですけど、このリンク先はですね、こうリストになってまして、上から順番に動画見てウクレレ触ってるだけでどんどん演奏できるよということなんですけど、これがものすごい勢いでもう皆さんにシェアされておりまして、もう何十万人の人がウクレレで音楽スタートしてます。皆さんすぐできますからね。それではここのリンク、いってらっしゃい、クリック。いってらっしゃい。そこには今までガズが取りためた曲、もう1800曲以上、課題曲もあります。皆さんの好きな曲もきっとあると思いますよ。いっぱいあるんで、もしね、こんな感じで調べてみてもらうの最初いいかもしれないです。やってみたいなと思う曲名と、スペースガズレレと言って、YouTube で検索する。これがね、いいかと思います。さあ、それではやってまいりましょう。夏、真っ盛りに思いっきり歌いたい曲、シーズン in the sun、チューブ、ガズレレというシンプル簡単バージョンの方からゆっくりとやってみます。1、2、1。Stop the season in the sun. 心潤してくれ。いつまでもこのままでいたいのさ。Stop the season, you're my dream. 過ぎないで南風。やるせない。私のお茶はグラス片手にデッキチェアなどのI'm not afraid to die.
in the sun 心潤してくれいつまでもこのままでいたいのさ Stop the season You're my dream 次泣いて南風やるせない YouTube のシーズンインザサンガズレレリューシンプル簡単バージョンやってます。気持ちがいいんですよ、これはね。やっぱりね、素晴らしいメロディーと、ちょっとなんかおしゃれなんですよね。なんかこう、やっぱ地中海っぽいイメージもなんかあったりなんかして。思い切り歌っていきましょう。今聞いていただいて分かったと思うんですけど、ガゼレレオリジナルショートカットアレンジバージョンです。1番をやって最後サビを繰り返していったということなんですけど、フルコーラスやりたい方、2番のコード進行一緒ですからね。まずはガゼレレ流の簡単アレンジバージョンで基本をマスターしてもらったら、ちょっと慣れてきたら自分でコード1番のコードを書き足して2番の歌詞を書き加えてオリジナルの楽譜を作ったりしてオリジナルフルコーラスチャレンジしてみるのもいいと思うんですけど、まずはね、今も言ったようにガゼレレの動画で練習していきましょう。歌詞とコードが出てますから、まずそれで練習していただいて、1個目のゴール設定としてはガズレレの YouTube と一緒に演奏できたらもうすごいと思いますよ。これでもこれ結構歌みんな気持ちよく歌えますからね。これ結構コードも簡単にしてますから大丈夫だと思います。はい、じゃあ合わせてできるようになった方どんどん次のステップいきましょう。次のステップは一体何だということなんですけど、今度はガズレレ YouTube をなんと見ずに皆さん一人だけで歌ってリズムを生み出して音楽を歌ってみましょうということなんですけど、最初から歌詞とコード丸暗記するのはね結構大変ですからね。最初は楽譜的なものを見て何回もこう演奏して練習してるうちに覚えちゃって、いずれはもう真夏の太陽の下でこの歌ガーッと汗だくで歌うっていうのはいいと思うんですけど、でも楽譜ってどこにあるのっていう声が聞こえてきそうですけど、安心してください。今の演奏はですね、このガズが手書きで書いた、はい、これシーズンインザさん2022年バージョン、こんなように手書きで書いたこれを見ながらね今演奏していったんですけど、はい、これを、もうちょっとしたらこんな風にカメラに大きくとしてみんなもこんな風に書いてみたらいいよっていう風にシェアしようと思うんですけど、今大変便利なサービスが始まってます。ガズクラブというサービスがあります。このガズクラブっていうのは一体何かというと、毎月660円のクラブ活動費を頂戴しまして、今日取り上げたシーズンインザさんを含むガズが今まで手書きで書きまくってきた膨大な数のノート楽譜の、リストの中から毎月5曲皆さんがこの曲やってみたかったんだよな、この憧れの曲やってみたいみたいな感じで選んでいただいて5曲ね、即座にデジタルデータとしてお手元にダウンロードしていただくという画期的なサービス。この楽譜はもちろん全部ガズレレのレッスン YouTube 動画にリンクしていますからね、すぐに練習入っていきますよ。画期的なサービスですよ。そしてこのガズクラブはですね、楽譜の動画ダウンロード5曲だけじゃなくて、はい、いろんなコンテンツをやっています。毎月2回行われている全世界中から参加があるガズクラブメンバー限定のオンラインライブセッション大会ガズオン、これ毎月2回めちゃくちゃ盛り上がってます。ぜひ皆さんガズクラブ入っていただいて、楽譜の他にこのライブイベントも盛り上がっていきましょう。でちょっとこれとは違う流れなんですけど、このガズレレ大学というものも始まっています。こちらはですね YouTube メンバーシッププログラムということで、毎月590円の活動費を頂戴して毎週2回のライブ配信による講義です。いつもテーマ曲を決めてものすごい深掘りしています。で質問もし放題です、そのチャットでね。はい、こちらもかなり盛り上がってます。このパソコンでこのね動画見てる方、ここにメンバーになるというボタンがあると思うんですけど、このメンバーになるというところに入っていただくと、そこに参加できるようになっております。そしてこのガズレレ大学はですね、すごい結構深いことをやっていきますんで、始めたばっかりの初心者の方はちょっとね押し付けないかもしれないんで、ガズレレプログラムで16ビートぐらい練習してるできるようになったらね、まあ、入ってくれるのがいいかなということでお勧めしております。ぜひぜひチェックの方よろしくお願いします。あとねラジオ配信をしてるんですよガズって。毎朝7時半からスタンド FM というアプリ内で、ガズラジと称してガズが毎朝歌といい話をしております。こちらどなたでもただでいつでもどこでも聞けるというものなんで、ぜひ皆さんガズラジ聞いてみてください。さあそれでは楽譜の方を見ていきましょう。2022年改訂版のシーズンインザサンチューブでございます。ニコニコ太陽。はい、ここ書いてみました。はい、これいきなり歌から始まるんですけど、今日ちょっとの楽譜の書き方にも特徴あって、この1、2、3、4行なんですけど、これ1番のサビと2番のサビを同時に書いてます。見てください。ここは Stop the season in the sun。 はい、丸1と丸3、丸2って書いてあるんですけど、これ 3回繰り返すんですね、サビって。1回目はもちろん1番上、
で2回目の繰り返すときは2行目、また3回目はまた一番上の一番のサビを繰り返すということでございます。なんとなくこう場所の節約のためにやったんですけど、でここちょっと見てもらうとカッコしてあって3回目は決めって書いてあります。これかっこいいバージョンでは3回目決めよりますよということですね。これはねちょっと動画と確認してみてください。でここ下にくるって囲ってあって、ここ F メジャー7って読むんですけど、これ下に囲ってあるコードはかっこいいバージョンで出てくるコードです。ここら辺もコード結構変わってきてますからね。今のシンプル簡単バージョンはこれ上の段をやりましたということでございます。ちょっとこれ楽譜を見せながら構成の確認もしていきたいと思います。まずはねこうやって写しとくので、皆さんお時間ある方一時停止してこの通りにノートとかに書き出していってください。そしてあともう一個おすすめは、ガスクラブに入っていただいて、この今写してこれをデジタルデータとしてお手元にダウンロードしてもらうのめちゃくちゃ有効です。ガスのノートの特徴なんですけど、ここ見て Start the Seas C の上に丸書いてあるでしょ。ここの V が書いてあったりとか、このね点が書いてある、これがねリズムの測るポイントになるんですよ。せーの、 Start the season in the sun、 伸ばしてるところでこれリズムが変わるよと、心潤してくれ、はい、ここで V が、このね あの感覚がこの上の点と V で分かるということになってて、あとは歌詞カードに出てこない情報としては、伸ばすというところがね歌詞カードにはねあの出てこないんです。だからこの伸ばすところあるじゃないですか、これ歌詞カードではただのね漢字ですからね。はい、この辺の言葉のタイミングも分かるようになってます。はい、まずはですねちょっとこれ写してください。さっきも言ったように2行にわたっているところがあるんですけど、1行目の上の段は1回目と3回目、はい、これ2行目は 2回目ですね。ひとまずこんな感じです。ちょっと流れで後で解説していきます。この4行がいわゆるサビですね。はい、 OK、ね、でここから A メロでございます。日差しのシャワー、この辺がねもういい感じのね時代感をね、感じますね。ここコード変わってますから注意ですよ。だからシンプル簡単バージョンはね結構簡単だと思います。はい、でここB メロですね。ここだんだん盛り上がってくる感じで、ここ見てもらいたいんですけど、この G7 の2ブロックでかっこいいバージョンではかっちょいい決めを入れていきますということです。そうしたらここどうなるかというと、ここからサビに戻るんですね。 B メロ終わったらダダダダダダダストップザってここに書いてある。じゃあここ行って、で2回目はこのここの 2行目、夏よ逃げないでくれっていう歌詞になります。でこれずっとこうやって、ここも最後のこのフィールソーナイスの下の段を歌って、ここまで来たらもう1回サビを3回目繰り返します。3回目は見てください、またここ1回目のサビと同じ歌詞なんですけど、今のシンプル簡単バージョンを3回目は伸ばしました。でさっきも言ったようにかっこいいバージョンで3回目のサビはこう決めがめっちゃかっこいい決めが入りますね。で終わっていくというのが、ガズレレのアレンジになっております。ちょっとこれを参考に動画のテロップと一緒にね示し合わせながら見てもらうのがいいと思います。じゃあ出てくるコード見ていきましょう。はい、ちょっと今日ね場所があまりこういっぱい書いてあるでしょ、今日は結構多く深いですよ。まずコードの確認、ちょっと場所がなくなっちゃったんで、この赤く囲ってるやつはかっこいいバージョンで出てくるコードなんで、今はひとまず隠しておきます。今映ってるコードが簡単シンプルバージョンで出てきたコード言っていきます。 C と Am と C7FDmG7E7Em7 1234567 8個のコードですね。今映ってるこの8個のコードは、ガズレレではねめちゃくちゃ安心の簡単コードのグループです。これです、ドン、ガズレレ必須コード。これはね嬉しいやつですよ。嬉しいやつというか簡単入門コードのグループって言うんですけど、このガズレレ必須コードっていうのはこのちっちゃいクレーで音楽始めたいなと思ってる方に一番最初に覚えてもらいたい入門コード10個のグループなんです。10個もあるのかと思うかもしれないんですけど、入門コードの中どれも1個ずつ見たら簡単なんだけど、10個いっぺんに同時に覚えようと思うと頭がごちゃごちゃになるんで、私が皆さんの頭にスイスイ覚えられちゃう、もう魔法のような楽しい動画を撮ってます。ここにその動画のリンク貼っておくんです。ここでね1010個のコード楽しく覚えちゃってください。今日8個出てきますからね、初心者の方はまずこの10個のコードを覚えておいたらもう本当に助かることだらけなんで、遅かれ早かれ覚えていきましょう。今日きっかけするのいいと思いますけどね。はい、じゃあここからかっこいいバージョンの解説にどんどん入っていこうと思います。今のシンプル簡単バージョンはまあゆっくり4つ弾きでやったということなんですけど、歌だけはねこれいつも言ってることですけど、演奏を簡単にできても歌は簡単にはできませんから、ここはやっぱり聞き込んで気持ちよく、あのね、前田さんの歌声っていうのはもう本当に太くて優しくてきますよね。あれ聞いてると本当に気分がいいんですよ。だから思わずなんかあの自分もできちゃうんじゃないかって錯覚で、その錯覚を起こしたまま歌いましょう。気分がいい状態で歌うの素晴らしいと思います。はい、はい、そんなことでじゃあかっこいいバージョンの解説に入っていこうと思います。かっこいいバージョンはコードが2つ追加。まず1個目 C メジャー7、これ簡単です。これ初心者の方も簡単に抑えられるんでやってみてください。1弦の2フレットこれだけです。
C メジャーセル。おしゃれなんですよ、このコードが。ぜひこれね、ちょっとあの、簡単バージョンでもこれやろうかと思ったけど、ちょっとね、名前だけ見るとね、ややこしい、ややこしそうに見えるんでね。一応 C でやってみます。C メジャーセル使っていきます。あともう一個、F メジャーセル。さっきもそうですけど、大文字の M はメジャーということにガズレレではしています。F メジャーセル押さえるのは、こことここなんです。ちょっとこれ遠いよ。5フレット。3弦と4弦の5フレット。この指で押さえるのおすすめです。なぜかというと、この次 F メジャー7の次、だいたい G7 なんですけど、その時に、この5フレットの距離って結構あるんですよ。パッと戻りたい時に、人差し指がこうちょっと先行する分ね、かなりね、あの気持ち的に楽なんですよね。こうやって押さえちゃうと、ぐわーっと動かすイメージですけど、今から覚える人はこの押さえ方がいいと思います。はい、F メジャー7。押さえられそうだったら押さえてください。これ F でもね、かっこいいですけどね。さらに F メジャー7だとキュンとするね。こう。ああいいでしょ、これなんともこれ言えないコードはぜひやってみてください。この5フレットの距離に慣れるのがキーポイントになります。で、今日出てくるリズムなんですけど、今日のリズムはね、めっぽ強力なリズムです。皆さんが多分ですけど憧れちゃうビートになると思いますね。はい、今日出てくるリズムはこれ、ドン。16ビートのチャとカッティング、これがミックスされためっちゃかっちょいリズムなんですよ。はい、で一応なんですけど、今日ねこのリズムだけですごい時間かけて紹介しようかなと思ったんですけど、このパートだけ別の動画にしました。はい、もうすでに同時にアップロードされてるんで、概要欄とちょっとここにそこに貼っとくんですけど、はい、16ビートのちゃんとカッティングのこのサムネイル見てもらったらわかると思うんですけど、そういう動画になってますからね。はい、これちょっと今日は弾き方をここでは省略しますけれども、16ビートのちゃんとカッティング、一応ここにリンクがあっておきます。ウクレレのリズムいろいろというところに基本的な弾き方出てます。16ビートのちゃんとカッティング、そこに濃厚レッスン動画としても上がってますんで、まずそこを見てください。一応ちょっとねやってみます。濃厚解説はさっきシェアそこで見てもらうとして、こんな感じでやりたいってことですね。 Stop the season in the sun、 心潤してくれて、いつまでもこのままでいたいのさ。かっこいいでしょ、これ。これはですね、よくガズレレでもこのかっこいいリズム登場するんですけど、今回はもうめちゃくちゃ掘り下げてますから、そっちの動画で。あと、それだけじゃない。今回2つの16ビートのちゃんとカッティングを設けております。A メロではね、こんな感じにしたいの。日差しののところいきますよ。ワン、ツー。日差しの茶はあふらつかたてに。かっこいいでしょ。ツッタン、ツタ、ツッタン、ツクチャクチャ。はい。これをで、今回2つ、さっきの。別動画で解説してますんで、ちょっとじっくり見てください。で、リズムはじゃあそこで勉強していただくとして、今回のね、こっちのあの本編バージョンのレッスン動画、2つのね、すごいかっこいい決めがあるんで、この決めをちょっと主に紹介していこうと思います。なんで、リズムはさ、あっちの動画でちょっと見てもらおうとして、じゃあここから決めの、レッスンに入っていきますよ。まず1回目の決めはですね、B メロの一番最後、サビに戻るとこ。プールサイド光る君に釘付けなのさ、ここのところですね。ちょっとやってみましょう。プールサイド光る君に釘付けなのさ、タタタタタタタ。はい、これ印象的でしょ。これをやりましょう。ちょっと今ガズレレのガズのやり方を見てもらったら、ツタタツクタタツタタタ、こんな感じでガズはやってます。ツタタツクタタツタタタ。はい、めちゃくちゃこれ何って感じでしょ。もう猛烈ゆっくりやりますよ。せーの、ツッタッタツッタッタツッタッタッタなんですね。なんでストロークでやるとタタツッタタツッタツッタタ、カッティングできる人は今でもいいかもしれない。そうするとこうなります。はい、バツ丸丸バツ丸丸バツ丸バツ丸みたいな、タタツッタタツッタタタ、こんな感じ。これの方がいいかな。最初の1回だけチャでいいかもしれない。チャパッパッツッチャ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 、カッティングができる人は今みたいに1回目だけ右手でチャをやってタッタカッタタカッタタタって止める。これがおすすめですね。で、あと今ガズがやったちょっとかっこよさそうなやつはちょっと16ビートの要素も入ってるんですよ。ちょっと弾いてくださいね。せーの、チャが多いですよね。チャッパッパチャカパッパチャッパッパッパ、ちょっと参考になればと思うんですけど、ちょっとこのチャカッと入るだけで小技が効いてる感じします。もうちょっとゆっくりやってみるかな。せーの、チャッパッパチャカパッパチャッパッパッパッタッタ。はい、何か参考になればいいんですけど、もしこれ難しい場合は カッティングなしで1回目だけチャッタ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 、これだったら大丈夫じゃない。
これです。とにかくこの決め、 B メロの一番最後に入ってる決め、これ結構なキーポイントになるかっこいい決めなんで、ここはちょっと逃したくないみたいな感じでございます。ちょっとね、今3パターンほど紹介してみたんですけど、皆さんそれぞれのあのレベルでちょっと合わせてやってみてください。そしてこれがまあぶっ飛んじゃうぐらいのもっとすごい決めがあるんですよ、この後に。そのどこで出てくるかというと、またサビ繰り返すんですけど、2番のサビをやった後にもう1回1番のサビを3回目として繰り返すんですけど、そこの、最初のところで、でっかい決めが入ります。ちょっとこれはねやってみますよ。いきますよ。1 2 3 4。 Stop the season in the sun、 心潤してくれて、いつまでも。これはすごいでっかい決めです。4ブロックにまたぐ決めですからね。ちょっとめっちゃゆっくりやるよ。 1 2 Stop the minutes、すごい決めなんです。今日図解にしました。はい、これはわかるかな。まず F メジャー7で2回弾くでしょ。ダダカッ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 タッ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 なんですよ。まず前半、もう一回いくよ。せーの、ダダカッ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 タッ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 。で次 E マイナー7でシンコペーションです。タッタッタッタン。 A マイナーもシンコペーション。めちゃくちゃ深いでしょ、これ。ちょっと何回かゆっくりやるんで、ついてきてください。まず前半いきますよ。せーの、3、はい。ダダカッ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 タ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 ッ。 A マイナーダダン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 。 A マイナーはダン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 ってこれやりたい。はい。これ、この4ブロックにまたぐ決めっつうのはすごいです。なおかつそこで歌を歌うわけですからね。歌ってやってみましょう。せーの、Stop the season in the sun、 心潤してくて。むずいんですよ、これ。ちょっともう一回ゆっくり。せーの、Stop the season in the sun、の時は A マイナーシンコペーションで、でこれは簡単だと思うんですけどね。これでもね、ちょっとマニアックな話をさせてもらうと、本当はここ歌詞2番の曲をチューバー歌っているんですよ。ガゼレーネスオリジナルショートカットバージョンなんで1番の歌詞で歌ってますけれど、これ両方の歌詞でできるといいかもしれないですよ。じゃあ2番の歌詞で歌ってみると、せーの、 Stop the season in the sun、 夏よ逃げないでくって。本当はね、チューブは2番の歌でこの決めが入るんですけど、今回ガゼレオリジナルショートカットバージョンだったんで1番の歌詞にしてますけど、どっちにしろこの決め、これはね、今のこのイラストとこの言葉のタイミングと今のガズのこの動画でなんとかこう体に身につけたいというふうに身につけていただきたいなと思うんですけど、これ説明するのも、でもシンコペーションは途中で、ね、食い込んでくるリズムもねミックスされてますから、なんとかこのちょっと図に表記したもので掴み取っていただければなと思うんですけど、グッドラック。こんな感じでございます。この2つの決めね、結構これだけでもね、決めだけでもなかなかのもんなんですよね。なんでまあちょっと今回はですね、そこに加えてさっきも言ったように別動画に今回なってる16ビートにちゃんとカッティングの2パターンのやつ、あれと織り交ざってるんで、これかなり濃厚になっております。いや、これお知らせしておきますけど、2022年の6月中盤以降のガズレレ大学のテーマソングにこれ決定してますから、もしこの曲深めたいなという方、ガズレレ大学に1ヶ月でもいいから体験入学してみてください。この辺のこともめちゃくちゃ深掘っていきますけどね、16ビートのちゃんとカッティングも含めでございます。はい、ガズレレ大学随時入学者募集でございます。概要欄にね案内が出てますんで、ぜひよろしくお願いします。さあ、そんなことでね、まあ、俺曲入っていこうと思うんですけど、やっぱりね、いつも言うんだけど、この、テクニカルなこと、いろいろリズムのこととかあって、こっちも楽しくて夢中になれるんだけど、忘れちゃいけないですよ、歌の世界観とかもう感情表現、音楽弾き語りってやっぱり歌中心ですからね。この曲が持ってるね80年代のエネルギーというか香りをですね、存分にこうまとって感情たっぷりで歌っていきましょう。さあ、それではやっていきましょう。チューブのシーズンインザサンガズレレリオカッチョイバージョン、やってみる。 1 2 1。 Stop the season in the sun、
これはね、かなりの濃厚悶絶曲だと思います。はい。でも歌は気持ちいいの。ガズさん今どうだった？もう歌っててめっちゃ気持ちよさそうやない。本当に気持ちいいんだもん。はい。これはですね、もう本当になかなかね、テーマが多い曲ですよ。はい。別動画になって16ビートのちゃんとカッティングもぜひ一緒に見てね、決めとかもバッチリ決めていってください。何回も言いますけど、これ今ね、2022年6月中旬以降のガズレレ大学のテーマソングに決定してますからね、もしこの曲深掘りたい方はぜひガズレレ大学1ヶ月だけでも試して入ってみて、590円だから毎週2回のライブ配信でぜひ一緒にちょっと取り組んでみませんかということで、はい。まあ、じっくり行きましょう。お知らせで、さっきも冒頭にもお伝えしましたけど、2年ぶりにガズレレイベントを開催します。これは嬉しいな、もう僕も待ち望んでいて、やっぱりオンラインでいろいろやるのもね、楽しいんですけど、やっぱりリアルであって、ほんとこう生のね、こうパッションを、皆さんと共有したいなということで、はい。予定ですよ。はい。8月18日仙台、9月2日名古屋、9月の、9日東京吉祥寺、10月21日大阪、11月2日、横浜でございます。現在大好評チケット受付中でございます。はい。このイベントの詳細はですね、ちょっと動画にも公開していたり、特別に作ってるページが1枚あるので、ちょっとここに貼っときます。概要欄にも貼っときますけどね。ぜひこのイベント皆さん、ちょっと参加していただいて、ガズさんにリアルに会いに来てください。楽しいこと間違いです。なしですからね。よろしくお願いします。この本、ガズの新しい本が、この紫色の本が、2022年の7月13日発売予定でございます。ただいま大絶賛でご予約を受付中。ご予約していただいている皆様ありがとうございます。まだの方ぜひご予約をね、お願いできればと思います。そうするとすぐね、発売と同時に皆様のお手元に届くということですし、ぜひよろしくお願いします。皆さんこれ入ってますか？ガズレシピという、アプリがあるんですよ、ガズレレの。ガズレレではですね、アプリもあるんですよ。楽譜が見れるようになってます。ぜひ皆さん、まずスマホとかタブレットにこのアプリを入れるのは無料ですからね、入れてください。で、無料で見れる動画もあるんですけど、この中でもう何ブロックもガズが取り上げている曲の楽譜がそのスマホとかタブレットに見れるんですよ。自動スクロール機能とか、メトロノーム機能とかもついてるめちゃくちゃ便利なアプリがあるんですね。で、これはこの度新しい曲また40曲追加されてかなりの曲数になってます。ちなみにガズレシピで、載せている楽譜っていうのは、リットミュージックさんの簡単版だけじゃなくて、簡単版とかっこいいバージョンが両方載っている、またね、オリジナルのデザインされた見やすい楽譜になってますので、とにかくまずアプリをダウンロードしてもらって、もし気に入ったらその曲、1曲からでもブロックでも買えるようになってます。そしてですね、なんとこのガズレシピの楽譜の本当の本のバージョンも今、発売しております。こっちもめちゃくちゃ大好評でございます。Amazon でご購入いただけるんで、ぜひともちょっと Amazon でガズレシピとちょっと検索してみてください。あとですね、期間限定で発売しているウクレレはもちろんのことですね、ここにいつも挟まってるガズ両親手作りの水引きだったり、キャップだったり、ストラップだったり、T シャツだったり、いろんなグッズとかもあります。まずこのガズレレ.com、このホームページを見てくださるといろんなものがね、載ってますので、ぜひ見ていただきたいのと、あと、最近ガズがもう一個始めてる、ピアノのレッスン動画、どんな方でもあっという間にすぐに弾けちゃう、ガズピアノという YouTube チャンネルも、こちらも結構盛り上がってて、かなり面白いことになってます。これね、クレレ始めている方にめちゃくちゃおすすめです。鍵盤楽器が夢のように簡単に、まさに皆さんがウクレレで簡単に音楽をされたように、今度は鍵盤でもできるようになってます。こっちもぜひご注目ください。それでは皆さん、楽しく音楽やっていきましょう。ガズレレ、ガズピアノ、両方で、あっちからこっちから音楽を楽しんでいこう。皆さん、バイバイ、ごきげんよう。